ということで今回はですね、2本か3本前の動画で、まあ、僕たちはですねブランチマイニングですね、ブラマイをしてました。なんだけどブラマイしてる途中でうちのあの美容師の針がやらかしたせいで、まあ、途中で作業が止まってしまったと。なので今回はその続きをやります。中途半端に終わっちゃったんで、あの続きをやっていければいいのかなと思います。どっちにしても資材を集めて、あの海海上に僕らは出ないといけないので、まあ絶対まあブラマイは大事だということですね。カモン、クローハ、要塞、なんか要塞があるかもしれないってことなんで、まあここら辺にちょっとテレポしてもろて、ここにじゃあ全員テレポしましょうか。まあそれかつね、まあ今までのまあ総集編的な感じで、まあメンバーが今何をしてるのかとかと、まあ最近何があったのかみたいなのも聞ければいいのかなと思います。状況把握だな、状況把握も大事。ねねねねちゃん、いで、なんだよ、カムって書いてるよ。カムって来てほしいの？ねえリリー、今言ってあげるからねー。ねえり。ねりやめ今回何してんのお前。裏方に回ってんのか。え、表に出てこいよ。あ、出ないの表。なんかやってもいいのにね。僕はねりりとレインさんと同期。ああ、海底のね、なんか作ってたもんな。ああ、そこにいたのか。あと視聴者さんもですね、まあ、たくさんあのコメント欄とかを使ってですね、うちのメンバーにこれやってほしい、あれやってほしいみたいなのがあれば書いてくださいね。遠慮なく。どうした？クローハー、あ、何？何？どうしたの？あった。クリエで出したの？クリエで出したの？あー、クリエで要塞1から全部作ったのか。やらせかお前。あ、そういうことか。違う、違うの。もう攻めないだけって。え、要塞があったの？あ、あれ要塞ってこと？これ。え、これ要塞なの？あ、ほんとだ。あ、要塞だ、要塞だ、要塞だ。ほんとだ。要塞でアイテム集めも大事だね。じゃあ、ちょっと千鶴とか、ここら辺にいるメンバー、ちょっと、あの階段にして、あの、要塞、ちょっと攻略していって。はい、よろしく。ほんとにあったんだね。要塞ごと製造した説もあるけどね。時間をかけて。要塞ごとすべて製造してる説あ、やべ。誰か来た。誰か来たよ。マシロはさ、待って待って、抜けろ、カスって。お前、参加してる分際でよくそんな偉そうに言えるな。あと、あたかもなんか俺がリリチオクラフトの代表メンバーやみたいなこと言うな、お前。ああ、そうかそうか、まあまあいいや。なんかこいつ、めっちゃ偉そうじゃない。姉さん、元気？あ、元気？千鶴姉さんね、ディスコードだとめっちゃ喋るんだけどね、撮影の時だとあんま喋らないんだよね。まあ、ずっと作業してるよね。もうずーっと作業してる。あれだよね、チャットを打つのが遅いんでしょ、多分慣れてないから。今37度熱がある。何してんの？なんで普通にゲームしてんのじゃあ。あ、久しぶりの撮影だから。そう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 、あの針がね、まあ、やらかしたせいで、あ、先週ブチ切れてね、俺が撮影プッチしてるからね、撮影全部なしにしてるから、撮影してなかったんだよね。そうだから久しぶりに今話すみたいな感じだよ。直接多分俺の声聞くのめっちゃ久しぶりなんじゃない、多分撮影してなかったからね。まあなんか基本あれなんだよね、平日はフォートナイトで、休日になんかマインクラフトの撮影みたいなのをやってるんだよ。なんだけど今の現状ちょっと俺さ、あのなんかわかんないんだけど、夜になるとすっごいなんかジンマシンみたいなのが体中にできてさ、もう痒くて痒くて仕方がないんだよね。気持ち的には元気なんだけど、体がなんかすごいなんかね、そういうなんかジンマシンが出たりするんだよ。なかったんだけど最近なんだよね。あ、なんかあった？あ、ここにあのエンダーパールはめ込めばいいのか。お、あれじゃん、あそこ行け、エンダードラゴン倒し行けるじゃん。よし、じゃあ千鶴よろしく。今回こそエンド行きたくない？リリチオクラフトの時さ、エンドをラグくてさ、行けてなかったんだよ。ラグすぎて撮影できてなかったんだよ。ボツになったんだよ。エンド一応行ったんだよ僕たち。まあ練り飴とかをもうエンドに住まわせるか、練り飴エンドさらち計画みたいなやってもいいかもね。悪いことしたやつエンド送りにするか。じゃあエンド開拓させるか、ハットとか送り込むか。そう、カモメとか、あ、カモメ来たぞこの前。昨日か、11月13日の10時28分におはようございますって来たよ。で、久しぶりやなって送ったっきり帰ってきてない。うん、そんな感じ。皆さんもね、体には注意してね。まあ、この時期はなんかみんな、うつになりやすいから。冬とかはね、結構ね、うつ病とかになりやすいらしいからね。みんな病気しちゃう可能性があるからね。まあ、みんなあんまり無理をせずにね、まあ、まったりとやっていきましょうって感じですね。はい。リリーさん見て、開いた。はい。このピッケルで掘ると、うん、何？おお、めっちゃダイヤ出るじゃん。ハック2使ったりしないだろうな。大丈夫だろうな。ジェット。ダイヤモンドのツルハシ、幸運さん。あ、これが幸運か。これが言ってたやつか。針みたいにダーってあるのは、やっぱ、なかなか難しいんでしょ、作るの。ジェットも何してんのお前。
自分の家は作ってたよね。自分の家作って何してんの、ジェット。その後なんかネタしてるっけ。ホテル満月のイベントな、コマンダー X かコント無理やけどね。コマンダー X が来て、それにまあいろいろそのジェットとかが参加するみたいな流れだったと思うから。どうした、コマンダー X 次第だよね。ホテル満月作ったけどネタ放置してるよね。図書館何これ。あー破壊しちゃうんだ。オッケーオッケー、まあ、どんどん集めてって。真っ白のコミケ作りたいから、あのコミックマーケットであのみんな本出させるから、ちょっとあの小説とかさ書かせるから、同人誌やな、その物語とか書いてもらってもいいんじゃない。ちょっと全員にエッチなやつは、うん、まあ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 、あのレレまあ、うーんあのバンされなければ OK だよ。3歳の子供とかも見てるらしいぞ兄貴。いやマジリリチュークラフトね、 3歳の子とかも見てるらしい。3歳4歳の若い子たちも見てくれてるらしいでしょ、ちずるね。そうそうそう、そういう子もいるからね、気まずくさせないで、あの気まずくさせないでね、食卓で親と飯食いながらリリチオの動画見てる人もいるからね実際。まあまあなんかホモ兄貴が言ってるあれ何々って何とか言って、バカやめなさいっつって、なんか食事中でしょ、なんかそういう風に ならないければいいよね。何様ゼリスキーテーテーでもいいよね。ああそうそう、そういうものは OK だけど、なんかマジでなんかとんでもねえのは書かないでほしいって感じね。キシカペ頑張るぞ。何これ、ダイヤモンドの鎧、馬の鎧、お礼だ。選抜クラフトの時めっちゃ面白かったのにさ、なんか入った後お前何もしてなくない、特にこれといって。こいつすごい子なのにまだ氷山の一角というか、なんかまだ見えてないのがみたいなあるよね。エーペックスやってるよね、ね、こいつずっとエーペックスやってるよね。パンナコッタとエーペックスしてて、でパンナコッタにハブられたんだよ。でパンナコッタにハブられたら、なんか岸壁が拗ねて俺の方に言ってきて、あのパンナコッタにハブられたからとか言って、なんかあの一緒にさ、まあ俺もハブったけどね、だからなんか寂しかったんだろうね。だからリリチョなんかできればなんか参加したいぞみたいなのを濁らせるようなこと言ってんだよ。でもこいつあのちゃんと言わないんだよ、ちゃんと言わないんだよ。一緒にやろうとは言わないんだけど、あのペンデグッテにハブられてるんだよ。岸壁をハブランでやってくれって。なんか見たんだけどな、それ見たことあんだよな、有名実況者の。なんかそれと同じ権利だよね、ハブられてんだよね。岸壁がやらないといけないのはあれでしょ、 VTuber のネタでしょ。新メンバー選抜クラフトでリリチを VTuber にするみたいなネタがあったじゃん、あれを進めていくのと、だからまあ今後多分後半部分でそう岸壁がちょっと出てくるかもしれないから、今はほら露天掘りやってるからね。えねえリリねえ、そうでしょ、ねえリリねえリリ、うん、そう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 。なんか翔太がずっと風疲れるわっつってか、ちょっと待ってけよ。おお、なんかおお進んでんじゃん。なんかこいつ結構喋るんだよね、リアルじゃ結構喋るんだけど、どうしましょう。まあ任せるって感じかな。サーバー主っていう肩書きがあって出てたけど、そのサーバー主もう剥奪されてるやん、真っ白に剥奪されてるから、お前もう何もないんだよね、もう特記事項がないんだよ。クローハさんって何した人なんですか。いや特にみたいな、そのプリエで出した人なんだよね。ねえねえママ、このクローハって人何したの。え、クローハってのは権限を乱用した人だよとしか言えないんだよ。いいねって、こんな大人になっちゃダメよって、他のメンバーよりも年齢が高いのに、やっちゃダメなこと、やっていいこと、やっちゃダメなことの区別もつかないで悪いことばっかりを繰り返す、そんな大人になっちゃダメよって。だから俺みたいな大人になれよ。危なくない、僕女の子には絶対手出してないじゃん。真っ白とかにセクハラしてないじゃん。真っ白、俺セクハラしたことある、真っ白に。あ、おっちゃん、大工のおっちゃんだ。好きな女と失恋してからね、もう本当にもう仕事に明け暮れる日々だよなお前な。お前ずっと撮影参加してるよね、参加率高いよな。大根翔太ジェットストーンはマジで高い。あ、一人で作ったのここ、すごいね。リリチョクラフト第2シーズンでやっぱりこう地上の人間と、そういう帝国、まあバンダリズムとかネザーしかり、まあ作風はあっちの方、作風はしっかりねやってたけど、それがいなくなった今さ、もう要はネタをやる子みたいなのが減ったんだよね。まあそこにもうね、うちの翔太とかがね、同期はいない。あ、同期、あ、そうそう、翔太途中で入ってきたんだよね。特にまあ宣伝することもないな、だって宣伝しなくてもいっぱい作ってるからいっぱい出てくるよ翔太今後多分。まあただ問題はあの女の子と失恋をしてると。リアルの方大丈夫か大丈夫。え、彼女とか好きな女とかできたか。できてないか。やっぱ今までのね2年間ぐらい片思いしてたあの女がやっぱり一番だったのか。未練たらたらやな勉強に集中できる、あ、よかったね。撮影にも集中できるしね。ちゃんと好きな人には好きって伝えんといかんな、ね、アクアタイムズさんも言ってるやん、
歌の名前忘れたけど、千の夜を超えてだっけね、好きな人には好きって伝える、それはこの世界で一番素敵なことさーって歌ってるじゃん。愛されたいでも愛そうとしない、そのいっぱいの中をさまようって、知らんのか。僕が見つけた答えは一つって、知らないか。ゆうと、ゆうと元気か、お前。レインのところに行ってから、まあ、特に地上に姿を現すことがなくなったんだよね。まあ、だからネタができたら呼んでよ。ちなみにゆうと今何のネタしようとしてんの？あの、大まかに。なんか今何を作ってんの？え？あ、今からするの？あ、いいよじゃあ。マリンクラフトの挿絵を作りました。そう、挿絵が欲しかったんだよ。シーンとシーンが変わる間になんかこう、なんちゃらかんちゃらみたいな、マリンクラフトみたいなのを出したいんだよね。挿絵みたいな。お、いいじゃん。お、いいじゃん、いいじゃん。シンプルでいいじゃん。まあ、ジェットストーンの場合はお前実写でもいいぞ。実写で撮ったやつを俺に渡してもいいよ。マリンクラフトとか。あの、ジェットストーンが実写でさ、マリンクラフトってか。次のネタだよとか。あ、いいよ、いいよ。やっていいよ、やっていいよ、ジェットストーン。あ、最後にじゃんけんして。あ、ルバンガじゃんけんする？ルバンガじゃんけん？ルバンガじゃんけん、じゃんけんポンって持ってくる？まあ、毎回やるのもさすがに厳しいかもしれない。ジェット的にめんどくせえかもしんねえから。でも3パターン取ればいいのか。じゃんけんグーと、じゃんけんチョキと、じゃんけんパーの3パターンの撮影しとけば、あとは俺がそれを毎回貼ればいいだけだから、いいんじゃない？あ、ルバンガやっていいぞ。ジェットストーン、ルバンガじゃんけん。あと、挿絵も作っていいからね。まあ、まあ、そこは任せるわ。ん？どうしたん？説明しますねってあのな、はい、ネリリが、うん、ここで、あ、ネリリ再現してって、え、嫌だって、恥ずかしいことしちゃったのかな、ネリリちゃんはね。友兄貴が盗撮した？友兄貴が盗撮した？なんだって？やばいと思ったが性欲が抑えきれなかった。なんか興奮しちゃったのか。え？動いてないよ。俺の画面だと動いてないよ。全く。顔が痛いんですが、顔が痛いってどういうこと？バグか。見れねえのか。それにちょっと興奮しちゃったんだ、兄貴が。もうなんか性欲が抑えきれなくなって、あー、もう見ちゃったんだ。盗撮しちゃったんだね。下ネタあんま言うなよって言ってんのに、兄貴だけがもうずっと性癖性癖っつって、もうなんかあのパンナコッタとか多分言いたくて仕方がないんだろうけどね。パンナコッタ消しカベ多分もう言いたくて仕方がないんだけど、兄貴は構わず言うからね、こいつね。ふざけんなお前、ほら。そう、兄貴この前怒られてんだよね。兄貴この前怒られてんだよ。あの下ネタがひどすぎるっつって、あの千鶴とかがちょっと怒ってて、俺が個別チャットでお前ふざけんなっつって怒ったんだよ。すいませんとか言って。そう、そういうのが一回あったんだよね。あいて、いて。まあ大体全員見て回ったかな。多分、まあ全員見たか。一応全員回ったよな。え？って。え？って。君何してたの？え、君今日、こうレインボーナン様なんじゃないの今日。ちなみに服装。ほら、レインボーナン様じゃん。今日レアじゃん。レアナン様。ゼニスキーが、え、なんかゼニスキーから連絡届いた、なんか。最近帰ってきた、そう、なんか、スイッチだっけ、なんかその、コントローラーがぶっ壊れたかなんかで参加できないっつって参加しなかったんだけど、そう、ゼニスキー帰ってきたんだよね。だから、マリンクラフトはまだ、ちゃんと参加したことないんだよね。ネタができるようになりました。え、もともと、ナン様とゼニスキーでネタしようとしてたの？ゼニスキーとなんかしようとしてたの？え、なんかちょっと胸熱じゃない、なんか。ナルトとサスケやん。なんかナルトとサスケみたいな。それはちょっとあれか。ちょっとレベルが違えか。ナン様ゼリスキーをナルトとサスケって言ったらファンが怒り出すか。バンダリズムがいなくなってから、今現段階でバンダリズムがマリンクラフト来てないじゃん。それのせいでまあネタ全然やってないからね。ちょっとナン様これから活躍してほしいっていうのはあるな。あ、リリー来て、はい。ん？この先国指定重要文化財針処罰の裁判所。あー、ここであれやったんだよな、撮影でな。作ったはいいものの、もう やんない、もうだって針専用の裁判所だろ。もう二度とこれ出てこないよ、動画で。二度と出てこないよ。そうか、まあ残念だったな。まあまあしゃあねえだろ。まああいつはしゃあねえな。そう、負の遺産なんだよな。負の遺産のところでの会話。あ、元気？
最近なんかあった？最近リア友プラスネット元エーペックスをしたんですよ。そしたらリア友がおい〇〇って、おーおー、俺の本名をネットもの前で言い上がりまして、あ、本名がバレたの。ええペペ、え、じゃあましろ岸壁優斗で やるの。え、パンダ子はぶれるじゃん。そしたらやったじゃん。なんかみんなでエーペックスする動画撮りたいんだよね。まあ、クロスプレイは来てないからスイッチ勢とはできないけど、いやでも、いや待っとけ、練馬多分もうすぐ来るよ多分。クロスプレイカスタマッチあるけど、なんかそのほんと選ばれた人しかもらってない。なんか企業の人とか企業ぐるみとかの人とかじゃない人じゃないともらってない現状。まあまあそんな感じで、多分以上、多分まあ全員一応動画では出たかな。リリチョ、マシロ、岸壁、練り飴、パンナコッタ、大根、まあまあ兄貴、翔太、千鶴、優斗、ナン様、一応全員出たな。よしということなんで、まあ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 、まあ、ある程度まあブラマイも進んだみたいなんでまあブラなんかあれ急に殺されたわ、まあ、ブラマイも終わった、まあ進んだみたいなんで、まあまあまあこんなもんにしときましょうか。でまあその集めた資材を使って、まあもうちょいしたらね、ちょっと橋みたいなのを作って、まあ会場にね作っていく計画みたいな、会場、要は会場都市をね作っていくような、まあ計画を立てていければいいのかなと思います。はい、そんな感じで、じゃあ次回のマリンクラフトもお楽しみに。ちょっと長めな動画になったけどね、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様です。バイバイ。